どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、2019年6月現在のソラチカガードのキャンペーンについてね、紹介していきたいと思います。で、私なんですけども、私はリクマイラー2年生、正確には3年目なんですけども、1年目はね、活動しておりませんでしたので、実質2年目、今、ファミリーマイル合計で18万5000マイルぐらい保有しておりますね。昨年、動画にもしておりますけども、ANA の上級会員、スーパーフライヤーズカードを取得のために、保有 ANA マイルをですね、すべてスカイコインに変えて利用しましたので、今現在はね、このぐらいの数字となっております。スーパーフライヤーズカードについては、ルートと一緒にね、動画も出しておりますので、そちらをね、参考にしていただけたらなと思います。で、この動画でですね、今現在やっているソラチカカードの発行&利用キャンペーンですね、紹介していきたいと思います。基本、クレジットカードの基本スペックから、クレジットカードのキャンペーンで獲得ポイントの移行ルートということでやっていきたいと思います。で、基本スペックです。年会費2160円。この割引ありというのはですね、今年からソラチカカードはですね、割引制度が導入されましたので、そちらもね、動画にしておりますので、そちらを参考にしていただけたらなと思うんですけども、年会費810円までね、年会費下げることができますので、このソラチカカードというのは、基本的に、リクマイラー、ポイントサイトでね、マイルを貯めている方にとっては必須となっているクレジットカードですので、810円までね、下げられるのであれば積極的に利用していただけたらなと思います。で、還元率が 0.5%、貯まるポイントは東京メトロポイントとなっております。で、キャンペーン利用すると最大 31,650 ANA マイルがもらえるというキャンペーンとなっております。こちらはね、クレジットカードをね、利用するキャンペーンにもなっておりますので、これから、大きめの買い物をね、控えている方っていう方ですね、が対象となっておりますので、これからなんか大きい買い物をするっていう方は、ぜひ積極的にね、狙ってみてはいかがかなと思います。まず第一に JCB マイチェックの登録。この JCB マイチェックというのを登録すると400ポイントがもらえるんですね。この JCB マイチェックっていうものは、基本的に、クレジットカードを利用すると請求書、利用明細書が送られてきますよね。それが紙ではなくウェブ明細ということで、紙の請求書がですね、送られてこなくなるというものがこの JCB マイチェックというものです。で、次にクレジットカード利用で、おきどきポイントがもらえる。10万円利用で1500マイル500ポイント、25万円利用で6000マイル2000ポイント、70万円利用で1万7400マイル5800ポイントとなっております。この赤字にしたポイント、これで置き時ポイントというもので付与されます。今回のこのクレジットカードの利用ポイントすべてね、先ほどの JCB マイチェックのポイントも全てこの置き時ポイントというもので付与されるということだけ押さえておいてください。で、置き時ポイントから ANA マイルの移行について言うということなんですけども、直接交換するとですね、置き時ポイントから ANA マイルちょっとですね、交換率というものがあんまり良くないので、一度ね、東京メトロポイントに経由して ANA マイルに交換するのがおすすめとなっております。で、実際のルートを比較しますね。置き時ポイントから ANA マイルに交換した場合、直接ですね、これは先ほどの、5800ポイント、70万円の利用でもらえるポイントですけども、5800円の分のポイントが1万7400マイルになります。これは直接交換した場合ですね。で、次にメトロポイントを経由すると、5800ポイントが2万6100マイルまで増えます。これすごくないですか？すごくないですかというよりかは、これは利用しない手はないですよね。要は、東京メトロを間にかませると、交換率というものが上がって、本来、1万7400 ANA マイルだったものが7000マイル近く多いですよね。結構なマイル数ですよね、7000マイルって。今 ANA でやっている国内線の移動の特旅マイルという、割引でね ANA マイルが利用できますっていうキャンペーンとかを利用すると、今片道3000マイルから利用できますから、まあ、2回分のねマイル数ということですので、こちらはね是非経由してね、おきどきポイントから ANA マイルに交換することをおすすめとなっております。で、最終的にポイントの合計です。 JCB マイチェックの登録で400おきどきポイント、クレジットカード利用最大で5800おきどきポイント、まあ、こちら、合計ですね6200おきどきポイントを、東京メトロポイント経由してポイント交換すると 27,900 マイルとなります。もちろんクレジットカードね70万円あ75って書いてますね、70万円ですね、70万円の利用分の 3750 ANA マイルもね付与されるということで、最大で 31,650 ANA マイルが獲得できるというキャンペーンになっております。いかがだったでしょうか。今回は今2019年6月現在のソラチカカードのキャンペーンですねを紹介させていただきました。これからね ANA マイルを貯めよう、ポイントサイトで貯めて ANA マイルにしていこうという方は、このソラチカカードというものが基本的に絶対必要で、まあ、絶対っていうわけではないんですけども、最大交換率を上げるにはこのソラチカカードがね必須となっていますので、これからね貯めようという方は是非ねキャンペーン積極的に狙っていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。